日本の女、芥川隆之介、一、ここに面白い本がある。本の名は、ジアパン、で、発行されたのは1852年である。著者はチアーレス・マツク・フアレーンと言い,い、日本に来たことはないが、すこぶる日本に興味を持つた人である。少なくとも、興味を持つたと称する人である。ジアパン、は、この人が、ラテン、 ポルトガル、スペイン、イタリー、フランス、オランダ、ドイツ、イギリス等の文献から日本に関する記事を集め、それを集大成したものである。それ等の文献は1560年から1850年のアヒダのものを集めたものであるが、著者がこういう題目、すなわち、日本に興味を持ち出したのは平坦相関ジエームス・ドラマンドという人のおかげだつらしい。 何でも、このドラマンドなる者は、若い時に実業に従事して、イギリス人であるにもかかはらず、オランダ人という名前のもとに日本にも数年住んでいた。著者マツクフ・フアレーンは、ブライトンで、このドラマンドに会い、その、日本に関する書物の終止符を見せてもらいつた。ドラマンドは、著者にそれ等を貸したばかりでなく、色々、日本の事情などを話して聞かした。 著者はそれ等の談話をも参照して、この、ジアパン、という本を書き上げたのである。なほ、ついでにつけ加えれば、このドラマンドという人は、名高い小説家スモレツとの姫いを細君にしていて、そのまたサイは、花肌文学好きだったということである。この本はこういう因縁のもとに出来上がったものであるからたうてい実際日本の土を踏んだ旅行家の気候ほど正確ではない。 現に銅板の挿絵なども朝鮮の風俗を日本の風俗として、済まして入れているくらいである。しかしそれだけに今日の我々から見ると一種の興味のないわけではない。例えば日本の皇帝はキセルをたくさん持っていて、毎日いつたキセルでタバコを飲むなどということを真面目に記載しているのはすこぶるご愛けうといはなければならぬ。 この本の中に日本の女を背迂回いしかつ論じた一生がある。それを今雑と紹介してみようと思う。女が社会的にどういう地位を占めているかということは、著者マツクフ・フアレエンによれば、文明の肯定を図る真の尺度であるが、日本の女の社会的地位はいかなる他の東洋諸国よりも、数等高い。日本の女は、他の東洋諸国の女のように、 幽閉同様のおきめを見ていない。相当の社会的待遇を受けているのみならず、その父や夫の遊楽に預かることもできるものである。妻の提唱や諸女の童貞のごときは、全然彼らの名誉の観念に一任されているが、不定の妻などというものは、ほとんど一人もいないといつでもいい。もつともこれは、提唱を果たたが最後、 直ちに死を受けるという事実のために、一層厳守されていることは事実である。日本では、一番身分の高いものから、一番身分の低いものに至るまで、誰でも必ず学校教育を受ける。ストールところによれば、日本国中の学校の数は、世界中のどの国の学校の数よりも多いということである。かつまた、農夫並びに貧民さえ、 少なくとも読むことはできるということである。従つて、女の教育も男の教育と同じように区案ビしている。現に、日本で非常に有名な詩人、歴史家、その他の千代子四家等のうちには、女も非常に多いくらいである。金持ちや貴族のアヒラでは、男は害して、女ほど手層を守らない。しかし、母や妻である女が、 純潔に生涯を送ることは最も確実である。それは、日本に伝えられる種々の物語に記しても、また、お保正の旅行家の見分した事実に記しても、疑う余地はないと言わなければならぬ。日本の女は、何よりも、不名誉を恥じるものである。屈辱欲を交むつたために自殺した女の話は、毎期よしがたいといつてもよい。下の物語は、 こういう事実を立証するに足るものである。のの、ある身分のある男が旅行に出た。その留守にまた、ある貴族が彼の、すなわち、身分のある男の、妻によこれんぼうした。が、あれの妻は、その貴族の誘惑に陥らなかったばかりでなく、散々侮辱を加えさえした。しかし、その貴族は暴力を用したか、ある日はまた、 暴虐を用ひたかして、とにかく、その女の低層をはつて始末た。そこへおつとがきつてきた。あれの妻はいつものように、愛情を持つて夫を迎えへた。しかし、その態度の中には、何か、言としてをかすべからざるところがあつた。夫はその態度を不思議に思つて、いろいろ問いただしてみたけれども、あれの妻は、どういうわけか、口頭減るばかりだった。 どうか未用日まで何事もお尋ねくださいますな明日になれば私は私の親戚やこの町の主な方々に来ていただいて、その前で一切の事情を申し上げます。さて翌日になると、客は続々として夫の家へ週末てきた。その客の中には、あれの妻を恥ずかしめた貴族もまた、まじつていた。客は皆、 その家の屋根にある路台で、凶暴を受けた。そのうちにご馳走が済むと、あれの妻は立ち上がって、彼女の孔物た屈辱をおほやけにした。のみならず、熱烈に、夫に幸運つった。私はあなたの妻となる資格をしつつたものでございます。どうか私を殺してくださいまし。夫をはじめ、そこにいた客は皆、あれの妻をなだめ。 彼女には何も罪はない。彼女はただその貴族の犠牲になつたばかりである、と言った。あれの妻は、彼ら一同に深い感謝の意を示した。それから、夫の肩にすがつて、胸も裂けるほど同国した。しかし、突然夫に切奮したと思うと、その次の瞬間には、夫の手を振り払いながら路台の端へかけてゆくが早いか、遥かかえ身を投げて始末た。 けれども、彼の妻張り用児欲をこうむつたことはおほやけにしても、誰が領辱を加えたかということは、こうにしなかった。そのために、領辱を加えた貴族は、夫や客の騒いでいるアヒダに卒と路台の階段を下つった。そして自殺した彼女の死骸のそばで、武士らしく立派に切腹した。この切腹というのは、日本の国民的自殺法であって、 腹の上を、あれ自身十文字に切り捨てはうじをするのである。ジアパンの著者マツクフ・アレエンによれば、これはランドールの追憶期というものにある話だということである。実際、日本にこういう話があるかどうかは、私にはわからない。千四つと考えてみたところは、徳川時代の小説や戯曲のうちにも、同じ話は見当たらないようである。ある日は、 九州かどこかの田舎に本当に熱た話かもしれない。けれども屋根の上の路台で宴会を開いたり、日本の武士の女房がご亭氏湯に接吻したりするのは、いかにも西洋人らしくて面白い。もつとも面白いといつて笑ってしまえば簡単であるが、昔の日本人の西洋を伝えたのも、やはり同じくらい間違っていることを思えばあまりいい気になって、 西洋人ばかり笑っていられぬことは事実である。いや、西洋どころではない。隣国の品のことを伝えたのでも、このくらいの間違いは家事用左半である。早い話が、地下松門左衛門の国戦や、のうちに描かれている人物や風景を読んでみれば、やはり、日本とも品ともつかぬ、花肌奇妙な代物である。マツクフアレーンは、 この他にもう一つ、いかに日本の女が偉いかを示す話を挙げている。千ゆ屋という偉い武士が、あれの友達のジオシツというものと共に、皇帝に対する陰謀を企てたことがある。この千ゆ屋の妻は、最色顕微の女だった。千ゆ屋の陰謀は50年間秘密に計画された後、とうとう、千ゆ屋の失策のために、露見することになった。 そして政府は、地獣屋並びにジオシ室を逮捕せよという命令を出した。当時の事情に従えば、少なくとも地獣屋を生け捕りにすることは、絶対に政府には必要だった。そのためには、どうしても、不意打ちを食わせなければならなかった。そこで、取り手は地獣屋の門の前で、火事だ、火事だ、という声を上げた。地獣屋は火事を見届けるために、 門の外へ走り出した。取り手はそれを襲撃した。しかし、ちゆうは、勇敢にせんつて、保守を二人きり殺した。けれども、とうとうたぜいにぶ勢で、保守のために逮捕されて始末た。ちゆうの妻は、そのあひだに、格闘の音を聞いて、早くも保守のこうつたことを悟り、夫の重要書類を火の中に投げ込んだ。その書類には、 陰謀の一にたる貴族などの名前も載っていたのである。地獣屋の妻の落ち着いていたことは、今日でも日本中の教壇の的になっている。そのために女の判断力並びに決断力を褒める場合には、地獣屋の妻のようだというくらいである。この地獣屋は、もちろん、丸橋中屋であり、事業室は優勝説である。これもマツクフアレーンに従えば、 やはり、ランドールの追憶期に出ている話らしい。ジアパンの著者マツクフアレーンの伝えた日本の女は、ほとんどユートピアの女である。いかに1860年代の日本の女でも、諸女や妻の低操がそれほど立派に持たれたということは、信用できないのに違いない。これも、マツクフアレーンの馬鹿正直を笑ってしまえばそれだけであるが、 外国の風俗人情を伝える場合には、今日でも多少こういう喜劇の行われやすいのは事実である。この間も何かの新聞になんとか女子が、アメリカの女学生の生活を天使の生活のように不一夜をしていたが、あの記事なども半世紀後のアメリカ人の目に触れたらば、やはり、マツクフアレーンの、ジアパン、と同じように、いつせうに伏せられるに相違ない。に、 サーラザフオード・オルコツクのニツポンにおける三年間は、マツクフ・フアレーンの本と比べると、よほど日本の真相を正確に伝えるものである。これは上下2巻で、1863年、ニューヨークのハーバー・シヨシから出ている。挿絵もたくさんあり、その中にはまた、掲載の漫画などを複製したものもたくさんある。 第一に著者サー・ラザフオード・オルコツクは、マツクフ・アレエンのように、机の上で日本を創造したのではない。この本の表題の示すと掘り、3年間日本に住んでいる。第二は、サー・オルコツクは、マツクフ・アレエンのように無学ではない。相当に学問もあり、ことに当時流行のミルの哲学などにも通じている。そのために、 日本で見分した主樹の事件に対しても、それぞれあれ自身の見解を下している。その見解のうちには、こんにちは我々を微勢うせしめるものもあるけれども、ケイチやうすべきものもないわけではない。これがまた、マツクフアレーンの本などには、全然見られぬ特色である。サー・オルコツクは、徳川幕府の末年に日本に中殺した、イギリスの匿名全権公使である。 その日本中だ中には、イー・タイラウも桜田モンブワイデ席各の手にたふれている。西洋人も何人か浪人のために殺されている。というと人ごとのように聞こえるが、サーオルコツクの住んでいた品川の塔全寺にも浪士が切り込んで、何人かの死傷を生じた事件もある。その上、サーオルコツクは、富士山へ通ったり、熱海の温泉へはひつたり、 かなり旅行も試みている。こういう風に、内外どもたちの幕末の日本に住み、勝又、江戸にばかりいずに方々歩き巡るつたのであるから、サーオルコツクの日本気候の興味の多いのは偶然ではない。もつとも、サーオルコツクの日本気候は、露呈やキプリングのそれのように、芸術的色彩には飛んでいない。例えば浅草を描くにしても、露呈の 日本の秋の中の浅草のように、目の当たりに黄ばんだいて札の赤いがランダのが浮かんでこないことは事実である。しかし前にも言ってたように、その見分した事件に対する見解はなかなか面白い。例えば、サーオルコツクは、ある田舎屋の縁先で、婆さんが子供に器用を据えているのを見て、我々人間は、古今を問わず、東西を問わず、 架空の幸福を得るために、自ら肉体を苦しめることを好むものである、と探索している。また、ある山を越えるときに、ふとウグイスの声を聞いて、ウグイスの声はナイチンゲールの声に似ている。日本の伝説によれば、日本人はウグイスに音楽を教えたということである。これはもし事実とすれば驚くべきことに違いない。なぜといえば、 日本人は自ら音楽を下しないのだから。とわざ決定いる。これ等は微笑せずにはいられぬ見解であるが、桜田門外の変に際して日本人の復讐崇拝を論じ、中心蔵の芝居などの民衆に与える影響を論じたあたりは、なかなか面白い議論である。が、あまり横道に入ると、本題に入るに手間取るから、その紹介は後の機会に譲ることにしたい。 しかし、その前に、日本における3年間、の代替を紹介するために、サーオルコツクの初めて長崎へはいつたじの印象を披露すれば、雑としも物とほりである。のの、雨の降っている中に長崎の港へ船のはいつたのは、6月の4日、1859年、である。この港は、もう何度も、日本へ来た旅行家の筆に残っている。しかし、 曇りつた空の下に見ても、全然美しさのないわけではない。港へはいるのにじつて、いくつもの島が目の前に浮かんでくる。その島にはまた、絵のように美しいのも多い。船がずつと湾の中へ入ると、長崎の町が向かうに横たはつているのが見える。長崎の町はいくつも連なつた小山の裾にある。そして、木の茂つた小山の原へ、 かなり高くは干上がっている。右に見えるのは出島である。出島は青木の形をした低い土地である。それが陸の肩へ扇の絵を向けて海の中へ突き出している。出島には長い広い一条の街路が通り、利用が刃にはヨーロツパカゼの二階屋が並んでいる。見たところはいかにもこじんまりしている。中略。 ワンそのものの第一印象は、スコブル、ノールウェイの京湾に似ている。ことに、ノールウェイの主婦クリスチアニアに入るところに似ている。モツトモ京湾は、長崎のワンより美しい。長崎のワンも小山は水着派からすぐにそびえ立つて、そのまた小山には、うつうつと松が茂っている。しかし上陸してみると、植物はノールウェイよりもはるかに熱帯的である。 ザクロダの、カキダの、ヤシダの、タケダのもある。がまた、口なしダの、ツバキダのも茂っている。当たりまへのシダも至るところにある。傷田も壁に絡んでいる。道端にはアザミもたくさんある。まあこういう調子である。さて、その日本の女を論ずるのを見ると、サーオルコツクによれば、日本の女の社会的地位とか、男子との関係とかいうものは、 古来常に称賛されている。しかし、実際、その賞賛に値するかどうか、義は死と言わなければならぬ。私は、さあオルコツク、ここで、日本人が国民として、他の国民よりも不道徳かどうかという問題に入るつもりはない。けれども日本では、父が、バインのために娘を売りつたり、ある日は雇わせたりしても、法律はこれを罰しないのである。 のみならず、それを認可するのである。かつまた、彼らの隣人さえも、全然、彼らを非難しない。こういう国に健全なる道徳的感情が存在するということは、私の信じられぬところである。なるほど、日本には奴隷の制度はない。濃度や奴隷や家畜のように売買されることはない。持つとも、ないというのは反面の真理にとどまっている。 なぜといえば、日本の娘は一定の年限内というものの、とにかく法律の定めるところにより、人身売買を行うからである。してみると男や少年も多分売買されるのにそういない。しかし、目かけをた加える制度が存在する以上、家庭の申請が保たれぬことは、何人にも見やすい道理である。こういう国民的罪悪の害読は、 何によって食わんわされるか、それは差し当たり発見できない。しかしその緩和剤の一部は、確かに品におけるように、子に対する母の権威が非常に強いことにあるようである。日本の女は商品同様に扱われ、彼らの意志もかへり見られず、彼らの女としての権利もかえり見られず、おつとに売られるものである。かつまた夫の財政中は、 家畜あるいは奴隷のように扱われるものである。しかし子供に対する絶対の権威は、癒しくも子供に関する限り、母としての日本の女を、男よりも高い位置に据えるために、幾分この害毒が緩和されるのである。おそらくは帝の位にさえ、女が登ることのできるというのは、こういう例の一つで洗う。実際また、女の帝というものは、 古今に少なくはないのである。確かに日本の女の位置は、家畜や奴隷のように売買されるにもかかわらず、存具合心薄のできる点もないではないらしい。しかしこの点に関しては、まだ色々調べてみなければ、初切りした判断を下すことはできない。また、親子のアヒダの情愛も相当にあるようである。とにかく日本人には、 愛事的機関も発達しているのに違いない。サー・オルコツクの日本夫人は、とにかく、マツク・フアレーンのそれよりも、成功を得ている。日本の女の社会的地位は、サー・オルコツクの日本に中殺した時代、すなわち海員蔓延以来あまり進歩してはいないらしい。しかし、サー・オツコツク以前の西洋人が、日本の女を賛美したのは、 客観的に日本の女の社会的地位や何かを観察した神賛美したのかどうか疑問である。それよりはむしろ、日本の女を実際らしやんにしてみた結果、正直だつたり、忠実だつたりしたために、大いに感謝の意を生じたのかもしれない。これは徳川幕府の初年の話であるが、非善平道イギリス人の引き上げる字にも、あれ等は日本人の女房に、 大いにいい連々としたということである。すると、サーオルコツクもラシア面を一人持っていたらば、必ずしも、日本の女を軽蔑すること、核のごときにはいたらなかつたかもしれない。けれどもそのために、日本の女に対する正当に近い見解を得ることのできたのは、少なくとも広大の独死よしには幸福であると言わなければならぬ。私は千年市内遊んだとき、 様子ンを遡る船の中で、あるノールウェイ人といつしよになった。あれは、シナの女の社会的地位の低いのに憤慨していた。何でもあれの話によれば、地億レイカナンの大飢饉の際には、シナ人は牛を売るよりも先に女房を売りに来たということである。それにもかかわらず、このノールウェイ人は、妻としてのシナ人ないし日本人を雲の上まで褒め上げていた。 現にあれは、同戦のアメリカ人の夫婦と、そのために激しい論戦を開いたくらいである。すると男というものは、理屈の遺憾にかかはらず、とにかく、内心では妻として。さあ、オルコツクの言葉を用いれば、家畜ある日は奴隷としての女に、三端の情を禁じ得ないものらしい。すなわち、婦人運動が婦人自身の手を待つほかに、 成功する見込みがないゆえんである。大正14年5月。定本、千く全州類寿芥川龍之介全州第4巻、ち書房。千九1971、昭和46、年6月5日初版第1刷発行。1979、昭和54、年4月10日初版第11冊発行。入力、土屋隆 構成、松永正都2007年6月26日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。